ずっこけ三人組。ずっこけ三人組は、ナス青函原作の児童文学シリーズ。及びその主人公である三人のあだ名、鳥を名。中国地方にある町である、稲保県緑市花山町。モデルは、広島県広島市。舞台のモデルを、参照を舞台に、八兵衛、八谷良兵博士、山中翔太郎うちゃん、奥田三吉の三人の小学年生を中心に、 物語が展開され、様々なテーマで描かれている。何度もテレビアニメ化やテレビドラマ化がされているほか、映画化や OV a 化もされている。もともとは、ずっコケ30史の題名で、6年の学習、学習研究者の1976年4月号から1977年3月号に連載されていた。この時の最終回。 さよなら三十詩で三人組は小学校の卒業式を迎えている。後にこの作品が原稿の題名に改められてシリーズ化されたため、さよなら三十詩は単行本に収録されず、幻のエピソードとなった。後に、さよなら三十詩は、石井直人、宮川武雄編、ズッコケ三人組の大研究、E、ポプラ社、2000年に参考資料として収録された。 ナスは諸女作で学研児童文学賞を受賞した首の七蔵の宝1972年ですでに小学生三人組を主人公としている1978年に刊行が開始されたこのシリーズがナスの代表作かつライフワークとなっていく絵は第一作から第25作までは漫画家の前川和夫が担当したが 1992年7月に、前川が白血病で倒れたため、第26作、ズッコケ三人組大回答 X 以降は、高橋慎也が差し絵を担当した。第26作以降の表紙には、前川和夫、原画、高橋慎也、作画と記載されている。2004年12月、シリーズ最終巻となる50冊目、ズッコケ三人組の卒業式が発行され、 本編は完結した。シリーズを終えた理由として、私の作品と、現在の子供たちとの間に溝を感じたから、と、ナスは述べている。2005年12月、40歳になった、ズッコケ三人組が主人公の番外編、ズッコケ中年三人組が発行された。なお上スのシリーズ完結理由のため、同作は、児童書ではなく一般書としての販売とされてお、 語られている内容も自動書に適したものではなくなっている場合がある。ただし、その分、ズッコケ3人組よりも幅広いテーマを扱うことに成功したため、ズッコケ3人組のリアルタイム購読世代を中心に、売れ行きが予想以上によく好評を博した。結果として、同作もシリーズ化が決定し、1年間に1冊のペースで毎年12月に刊行されている。 なお作品で扱うテーマについては、作中で博士が調べた内容をかいつまんで説明するなどして、作中でわかりやすく解説しており、新たな知識が得られる面白さもある。ただし前述の通り、このシリーズは一般書であるため本来のズッコケ三人組シリーズの高読層である年少者が読む場合内容の読み取りに関して、親による注意注釈が望ましいとされる場合がある。 詳細については、同作の項目を参照のこと。2007年10月現在の累計発行部数は2300万部、文庫本を含む、文化祭や修学旅行、運動会など学校行事をテーマにした作品もあれば、タイムトラベル、ポルターガイスと現象、宇宙人との遭遇などの非現実的な題材もある。一話完結が原則であり、 どの巻からでも読めるが、回答 X シリーズ、ずっこけ三人組対回答 X、ずっこけ回答 X の再挑戦、ずっこけ回答 X 最後の戦い、下記参照をはじめリンクしている部分も多数ある。しかし、毎回出版年における社会情勢や学校制度の変化などを反映しているため、時代背景に矛盾が多々ある。夏休みや、 修学旅行のエピソードが複数回あったり、同じ年度の出来事としては、矛盾が生じることもある。作者は、銭形平時、鳥物美化えと二郎物語を退避させて、銭形平時式で行くことを、初期の後書きで書いている。なお最終巻では、夏休みが何回もあった気がする、20年は、小学生だったとネタにしたセリフが見られた。 2009年4月11日、JR 山陽本線、西広島駅前に3人組の石像が混流され、作者やファンクラブ会長を招いての除幕式が取り行われた。また、モデルとなった場所には、作品中の描写となすのコメントを記したプレートが設置されている。ちなみに、この石像のモーちゃんの腹に触ると恋が叶うという噂がある。 2015年12月にズッコケ10年3人、組シリーズの完結編として、ズッコケ10年3人組が上司され、同シリーズを含めた上での、ズッコケ3人組シリーズの完全完結が、同作の後書きでアナウンスされた。3人組のモデルとなった人物は、八兵衛が吉本直志郎、博士は作者自身、もうちゃんは広島で本屋をやっている。 同級生だと作者は語っている。声の甲は突起ない限り、テレビ屋に目番である。三人組おのおのの呼ばれ方は、教師、女子生徒からは、本名の名字、男性教師の場合は呼び捨て、それ以外は、君つけで、男子生徒からは、あだ名で呼ばれることが多い。ズッコケ三族修行中で触れ合った、土蜘蛛一族の子供衆、彼らの名はその多くが、植物にちなむも、 あだ名で呼ぶようにしていた、八兵衛と、もうちゃんをあだ名で呼ぶ道子、八兵衛を、八夜くんと呼んだ、つくたしげるなど、例外も存在する。声、高野霊、坂本千夏、山口勝平、特番、鈴木智子、学習ビデオ。声、松本幸、小賀祐陽子、高山南、特番、ま柴真まり、学習ビデオ。声、鶴岡里志、桜井俊春。 OVA, 特番菅原淳一学習ビデオ。声紺野博美室井美雪、岡村明美特番声横山千佐市原由美特番声神田明美長沢美紀特番。声水田わさび声野島宏生畑野渡る生石塚健生岩橋直也生近藤隆子生三橋かな子生 波川大輔星、天神有美星、佐藤満知星、笹田隆之星、三橋かな子星、辻親八、辻村正人、特番、菅原淳一、学習ビデオ。声、中井和也、小田良星星、新藤直美星、横山千佐星、米倉綾星、海田雪、有馬水河星、水田わさび声、野島博広。声、福山純星。 やべまさひせえ、しんどうなおびいせえ、まつのともこせえ、たかぎげんきせえ、たにいやすか生、え、あおやまきりこせえ、みつはしかなこせえ、まつ生、松山隆、せ田勝生、長野義和、稲垣悟生、高戸康し、生、小村哲夫げる。上田え、みかなこ、せるせさとるせせせかな。 声、野村賢治生、高塚正也生、原田大二郎生、大川徹生、野島博士生、高戸康弘生、菊池志保生、宇垣秀重。本作の主な舞台。緑市政法の山手に位置する。大川を隔てて、大川北町及び南町が隣接。花山町のモデルが恋であることは、那須自身が明かしており、 広島市の広報誌でも紹介されている。ナスによると、緑市のモデルは、もう完全に1960年代の後半の広島、人口も、ちょうど60万人ぐらいになるかな、あの頃の広島であるという。広島以外の中国地方各地の地名も、会によっては実際とは違う地名に変えられている、場合がある。例えば、岡山県、岡島県、鳥取県、 鳥山県、島根県、薬も県、倉敷市、倉橋市、倉田市など、また NHK も同様である。なお、地方が舞台であるものの、登場人物のほとんど全員が、共通語を話し、広島弁を話す人物は登場しない。1995年11月11日に、日本テレビ系列で放送された。2004年4月4日から10月3日まで、 日曜9時9時30分に、テレビ、東京系列で、全26話が放送された。日本アニメーション制作。アニメの1話イコール原作の単行本1冊分という、構成だった。内容は概ね原作に忠実だが、陽子、由美子、慶子の3人が原作より多く登場しているため、メインキャラに昇格されている。テレビ東京系のみの放送だったため、 那須の出身地の広島県及び在住地の山口県では放送されなかった。2012年5月11日より3テレビで放送。同局ではテレビ東京で放送された時のエンドカードに続き、同局オリジナルのエンドカードを表示している。2014年1月16日より、k b s 京都で放送、アニメでおわよ。枠。 コロンビアミュージックエンタテインメントより発売。各4話収録、1巻のみには、全7巻。飛び出せずっこけ事件記者を土台に、花山第二小学校5年3組の学級新聞、月刊真実の記者としての活躍を描いた作品。1話はほぼ原作に忠実。29話、八米タイムスリップするでは、作者が特別出演し、制作現場も公開された。 兵庫県宝塚市の県営住宅が舞台。本放送では視聴者のクラスの学級新聞を募集し番組の最後に紹介していた。途中で登場人物が増え、堺井一景などが出演するようになった。変更文のみ、その他、1982年にもテレビ朝日で単発としてドラマ化されている。1991年7月20日公開。配給は 共同映画。1998年7月4日、ずっこけ三人組対怪盗 X 等の三人組と、怪盗 X との対決物をもとにした映画が公開された。配給は東映。同時上映は、新生トイレの花子さん。1988年制作。内容は、ずっこけ時間漂流記と、飛び出せずっこけ事件記者をもとにしたもの。 本に添付されていたハガキで注文することができたもので、市販されていない。一時期コープ神戸などが上映していた。なお、同じハガキで主題歌などを収めたカセットテープも注文が可能だった。また、上記の映画、花のズッコケ児童会長のビデオも注文することができた。ズッコケ三人組は、壁新聞に載せる若林幸子先生の謎を取材しているうちに、 江戸時代にタイムスリップしてしまう。そこで三人は平賀源内に出会う。江戸時代を舞台に三人組の陳道中が始まる。2003年制作、ポプラディアから発売された学習用のビデオ。内容は図書館学習について CG アニメで描かれているのが特徴である。クラスで世界遺産について学んでいるうちに半ごとがテーマを決めて調べることになった。 ずっこけ三人組が選んだテーマは、白紙三地。三地の何を調べるかに迷った三人は、博士の提案で、図書館の資料を使って分担して調べることになる。2014年制作、ずっこけ三人組の日遊び防止大作戦、ずっこけ三人組の交通安全いつも、安全確認の巻の二本。日本とも共通、名探偵ずっこけ三人組のタイトルで、 新山隆が月刊プレコミック文文2004年1月号2007年6月号に連載した単行本は前後間。原作より1学年下の設定だが、基本的に登場するキャラクター等は原作に忠実に描かれている。推理漫画であり、純レギュラーとして漫画オリジナルキャラクターである、緑西書の刑事、も月美香が登場する。 ズッコケ三人組の未来報告オリジナルアルバム。20年後、ズッコケファンクラブというクラブ名で、ズッコケロックンロール、作詞、悪友、作曲、うざき竜道、編曲、松井正重という歌もある。ズッコケ結婚相談書発売と同時に、公式ファンクラブが開設された、紹介ページ。入会には、単行本巻末に掲載されている、カルトクイズ。 ずっこけ常識テストに応募し、80点以上を獲得することが必要。会員になると、ファンクラブ会員賞とファンクラブ手帳、そして解放し、ずっこけタイムスを受け取ることができる。常識テストは1作品につき1問全作品から出題されており、新作観光の度に問題も増えていくなど、非常に難易度の高いものとなっているが、 ファンクラブ会員数は4万人以上いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。